はい、どうもこんにちは。スロプロ YouTuber のキツネです。今回は天井ハイエナ用の店選びについて話していきたいと思います。設定狙い用の店選びについては前の動画で上げているので、そちらを参考にしてください。そもそも天井狙いで店を選ぶっていうのが間違いで、家から近くのホールを全部行ってみるのがいいと思います。なぜなら、天井狙いにおいて、これはダメっていうホールはほぼ存在しないからです。例えば、全然客がいない店。まあ、稼働が1割以下で、閉店まで0回転のしかないっていうホールは、そもそも潰れると思うんで、まあ、稼働が1割、2割のホールがあったとして、まずこういうホールのメリット、デメリットを挙げれば、まずデメリット。一つ目、稼働がないので、1日いても効率悪く、メインホールにはできない。二つ目、酔い越し台が2日越しとかになって、リセットとかが入るとリスクが高い台が多い。三つ目、たまにしかいい台がないので、一軒だけ遠くにある場合、行くまでの時間が無駄になる。まあ、こんな感じですかね。逆に、メリットは、一つ目、ライバルがいない。これみんなわかると思いますけど、大概みんな7、8割のお店に行けとか、だから、稼働がない店は、そもそもハイゲナできないみたいな感じに思ってると思うので、ライバルがあまりいないですよね。二つ目、癖さえ読めれば、お宝台が座れるサブホールになる。三つ目、1日1回見に行けばいいっていう、こんな感じです。つまり、あまり客のいない店は、その店だけでは美味しくないので、ライバルはほぼおらんようになって、帰る時に一回見に行けばいいサブホールになるっていうことなんですよ。僕もこういうホールがあるんですけど、まあ、ほんとゴッと酔い越し1200ぐらいの台とかが普通に押してたりするんで、まあ、フラット見に行くのにおすすめです。次に、3、4割客がいる店になると、平日は稼働悪いけど、休日はちょうどいい稼働になって、ライバルがいないただのお宝ホールになることがあります。休日って結構普段行ってるメインホールは稼働がつきすぎてあまり座れず、昼ぐらいに酔い越し台なくなってしまうことって結構あると思うんで、まあ、そんな時、そのお店に行ってみるといいっていう感じですね。だから、あまり客がいない店でも、家から近くにあるなら、リセットの癖とかを読みに行ったりした方がいいと思います。次に、メインホール候補になるお店の条件なんですけど、まあ、とりあえず稼働は5割以上、もう10割でも最悪いいです。で、一番大事なのが、なんせ台数ですね。天井がある台の設置台数が多い店、まあ、もしくは多く店が密集してる地域っていうのが、メインホール、まあ、またメイン地域っていうことになります。まあ、欲を言えば7割ぐらいの客付きがいいと思うんですけど、もう台数さえ多ければ、もう8割、9割でも全然いいです。まあ、イベントの時は開かないかもですけど、まあ、平日8割9割客がおっても、もう台数さえあれば開く時は普通に開くんでね。僕のやってる地域で言えば、大型店舗が5軒ぐらい密集してて激戦区でやってるんですけど、もうこの地域を選んだのもただ単に台数が多いからですね。ちなみに昔はこの地域まで自転車で30分ぐらいかけて通ってたんですけど、まあだんだんお金を持ってからはタクシーで行くようになって、で、さすがに毎日タクシーはお金がもったいないってことでこっちに引っ越してきたっていう感じですね。まあもうそれぐらいなんせ台数が多い地域が一番いいです。家の近くにないなら車とか出しても台数が多いとこに行くべきですね。で、家からその地域に行くまでの間のホールをサブホールにしてるっていう感じです。だから帰りにちょっとフラッと見に行けるみたいな感じですね。で、店を見つけて通い出したら、まずチェックするポイントがあって、チョメダルとか換金率は店探してる段階で聞いたりしてチェックしていてくださいね。まあ、通い出したら、まずはもうリセット状況のチェックですね。酔い越し台とかリセット台を狙うために、この店は前日どれぐらい回ってたらリセットしてくるのか、もうそもそもリセットするボーダーはあるのかっていうとこっすよね。で、あとはまあ、ランダムリセットなのか、もしくはもう関係なく前台リセットするホールなのかっていうのをチェックするっていう感じですね。もうこれはメインホール、サブホール両方しっかりチェックしましょう。これ自分で打たなくても履歴とかでなんとなくわかると思うんで、データカウンターとかで計算しましょう。で、まあ、データカウンターがしょぼすぎて、前日のやめゲーム数とかをわからんとかいう店は、あの閉店間際に自分でチェックしに行ったら、自分だけのデータになるんで、それは逆に美味しいかもですね。まあ、大概今はデータカウンターあるかな。で、次に調べるのは、旧イベント日はあるのかですね。旧イベント日は前リセとかされるかもなんで、まあ、さらに、イベントの日は客が辞めにくくて、ハイエナ向いてなかったりするんですよね。だから、まずあるかないのかを調べて、で、まあ、なければいいんですけど、まあ、あった場合、設定狙いの店選びと一緒で、癖があるのかないのかを調べます。癖の調べ方は、前に挙げた設定狙いの勝ち方の動画で紹介しているので、そちらを見てください。
で、癖があった場合は設定狙いをできたらしましょう。で、問題はなかった場合、これは天井狙いする人にとっては癖がない方の店の方が美味しいってことになります。なぜなら、癖がある店の場合は大概メリハリ設定で1か6みたいな感じになるんですけど、癖がない店っていうのは中間設定を多めに入れて客に遊んでもらう的な店が多くて、ハイエナっていうのは基本設定1として考えてるんで、中間設定が座れる機会が多くなれば多くなるほど美味しいので、癖がない店っていうのはハイエナ向きになります。さらにプロもピンポイントで狙えなくなるので、4確定の演出や6確定の演出が出て、そのまま1日打てるってことも多くなるからです。まあでもイベントの日だからといっていつもよりボーダーを下げて打つとかはやめましょう。まああまりに満席で全く座れないとかなら、イベントの日は休みにするか違う店に行ったりした方がいいです。その辺は収支表をしっかりつけて、イベントの日の収支はどうなってるのかっていうのをちゃんとチェックして、行くか休むかを決めてください。なんせボーダーを下げて打つのだけはやめた方がいいです。話をまとめると、ハイエナで食えない店はないので、サブホールにするかメインホールにするかだけをしっかり決めて、リセットのチェック、イベントのチェックをしっかりして立ち回りましょう。まあ、この動画が参考になったな、いいなと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、またねー。